あいあい。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 お猿さだよ。くしゃみが出ました。こんばんは。こんばんはです。アイマスエキスポ。アイマスエキスポな。出てえよな。アイマスエキスポ魅力的すぎんだろ。おい。でもあれ2人分のチケットがあるらしいよ。まずソシャから。ソシャやりたくねえ。マジで。俺ソシャが嫌いだった。コンテンツ好きなのにソシャが嫌いなのどうしたらいいの？マジで。苦しいよ俺。出る新曲。今さ、すっごい絵を描く気分だったから、やめてくれない？そういうこと言うの。俺にソシャゲやらそうとするの。腰折らないでくれない？まったく。まったく。SNS で4000円で入場券売れないか。最低だろ。転売禁止だって書いてあったじゃん。学末のイベント始まって、学末のイベント始まっててもさ、やれねえわ。デルの新曲だけ聞こう。うん、学末も起動しねえし。もうやだ。ぷゆゆ。やだだぷ。落ちるし。もうダメだ。やるなってことだ。学末は。今。デレステだけじゃ見るか。新曲、デレビューは29日から。なんで嘘つくの？どういうこと？じゃ、何もやることないじゃん。じゃ、絵描くよ、もう。先絵描こう。一旦絵描いてから。一旦絵描いてからにしよう。じゃないと、やんなくなるから。ちょっと待って、LINE だけ返させて。ログインだけしろ。何のログインをすればいいの俺は。まあ普通全部しろって話なんだけど、やってるソシャゲ、やってるソシャゲのログイン全部しろって話なんだろうけど、マジでソシャゲ苦手なんだよね。強制されたくない。俺は生き方を、相性が悪い。俺の人生とソシャゲが、こんなに人に強制されない人生を歩んでるのに、なんでソシャゲに強制されなきゃいけないんだ。許さない、そんなのは。俺は自分の道を行くぞ。絵を描くぞ俺は今から。ワンドロするぞ。ひなななひなななってすごいな。ながすごい量。ひなな、な、俺が今から描くのはひなな、な。前に描いたなんとかちゃんはどれぐらい伸びたんだ。70いいねぐらいいただきました。ありがたいことに。この左下にいるやつね。真中ちゃん、うずき真中ちゃんね。とっても嬉しい。やっぱり見てもらえて。あざっす。アイマスに換算すると3万いいねらしい。いわくアイマスに変換したら換算すると3万いいね。読み上げつけます。まあやっぱりもうサービス終了してるソシャゲの、あ、もうすごい読み上げ、すぐ何もしないで読み上げが、
起動しやがった。えらい。ペンペン、ペペン、ペンペン。ペンペン、ペペン、ペンペン。書きます。8月5日でしょ？まあでも言うてもニコニコがな、見ないだろうな。なんか俺みたいな人間めっちゃ多そう。もう別にニコニコなくてもいいんだって。まあでも俺ニコニコ技術部好きなんだよね。唯一ニコニコで見せたのはニコニコ技術部ぐらい。でも課金しなきゃいけないじゃんニコニコに。あ、しなくてよくなったんだっけニコニコって。今配信するのニコニコ技術部は読み上げついてない。マジ確かについてない気もする。解説よし。じゃあこれはまあ一旦どかして。これねかわいいな。なんか俺線がもっと綺麗になればな。なんかガシャガシャなのがクオリティ低く見える要因だろうなって思うんだよね。線をもうちょっと綺麗に描ければね多分綺麗に見えると思うんだよな。やべ、風呂入りながらポーズ考えるとか言ったのに考えてねえわ。普通に風呂入ってた。無心で。風呂入ってる時無心なんだよな。ユアクマパーカー。エキスポなんか出すの。エキスポ出したくない？出したいけど、まず一人で出ると、損だし、さらに、何出すかも決まっておらず、現在の目標巨大倉庫回収でいいの？もう巨大倉庫回収だよね、やっぱ現在の目標はね。現在の目標、今日のお題。ワンドロ。ワンドロ。お題。ユアクマ、パーカー。ひなな。ひななって一発で漢字検索出てないんだよね。でもね、俺の携帯、スマホ、iPhone はね、出たんだよ、ひななって。すごくない ?iPhone。優秀。俺の携帯であることを理解してやがるぜ。よし、書くわ。青。で、ユアクマパーカーのひなの画像あるかな？探しに行け。インターネットへ。ダイブ。インターネットへダイブ。ブーン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 。そう見ろ。ワンドル1時間で絵描きよく満たせると考えるといいかもな。でも、1時間じゃ済まないじゃん。大体。だいたい2時間かかるじゃん。俺のワンドロって嘘だからさ。もう40何枚書いてるけど、1時間で収まった絵多分2枚ぐらいしかない。終わってんのね。もう公式が、シャニマス公式が、ツイッターが、めちゃめちゃ今日の配信の内容リポストしてて、全然近づけない。ユアクマパーカーの情報に。あった。成功はしてるから頑張れ。成功してる？もうこの公式がさ、公式、うわ。コピーしておきかける。
公式のこのポーズでさ、あれじゃない？答えじゃない？これが答えすぎない？もうこれ以上もこれ以下でもないんだよな。ちょっと素振りしていい？1時間の前に素振りだけさせてくんない？ポーズの素振り。もっとガオーしていい。前回のガオーは、前回のガオーと比べてちょっとだけ差を作らなきゃいけないから、前回のガオー誰だ、これか。あ、前回のガオーこれね。いや、じゃあ分かった、右こっちの手を上だ。前回のガオーと差別化するためにまず手の位置を逆にする。プロレスラーみたいになりそうだな。で、前回は口閉じてるから開けて、で、前回はこっちの肩が上がってるからこっちの肩を上げると。ダンス、ロボットダンスというか、エイリアン、エイリアンみたいな。ならない、これ。この2枚を連続でこうやって映すことによってエイリアン、エイリアンになる可能性はあるよね。学マス要素、エイリアン、あんたのエイリアン、ルル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 の誰られない、あなたはルルルルン生命体、ルル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 ルンルルンルルンルルン。違うな、これじゃないな、正直。この時間も本当はワンドロじゃないんですかっていう忌憚なき意見もありますが、この時間は違うってことにしましょう。これをそのお風呂入りながら脳内でやってたと言ってもいうことにしませんか。これ親指のところに穴開いてんだ。こういうせこいことをしてることもエキスポの審査対象になる。厳しい。あ、こいつはワンドロって言いながら全然ワンドロしてないんだ。で、決死の100日チャレンジとか言いながら普通にサボるんだ。バレる全部審査で、エキスポの。
こうだね。この感じだわ。よし、見つけました。発見。よし、じゃあ準備します。ワンドローの準備します。なんだ、デスクトップになんかヤバそうなフォルダがダウンロードされてる。怖っ。ワンドロの、え、これワンドロあった。ワンドロタイマーを起動して、ワンドロ読み上げ起動して、行くぞみんな、ついてこれるか、俺のワンドロのスピードに僕はついていけるだろうか。ウロボロス高橋のワンドルのスピードに行きます。消します。これはワンドルのルール外なので。アンケなし。アンケなし。あ、ちょっと待って、消す言わないで。そのこれを今覚え、消すと言いながらもギリギリまで残した、この目に焼き付けなきゃいけないんだから。じゃあアンケート、1時間以内にかけるかやる。それでライン返すわ。割り。そろそろ25万貯まってるやついない？25万って何？ポイント。風俗レポか。でも俺の友達がオッパブにハマってるらしいから。なんか今度一緒に行こうよって話はしたから、それのあれはあるかも。レポいずれ。よし、やります。ああ、そう、アンケートする。どうやってやんだっけ、アンケート。忘れちゃった、やり方。これか。オッパブってどういうの？いや、わかんない。オッパブを揉む？アンケートと違うのか。アンケート合ってるか。アンケートが、1時間以内に書き終わるか。終わらない。終わる。なんかお風呂入ったのに臭い。なんだ。エキスポの製品を占う重要なアンケ。お風呂入ったのに、俺自身はいい匂いするけど、なんかどっかから臭い匂いがする。どこからか、オタクみたいな匂いする。なんだろう、ズボン、この今日履いてたズボンが置いてあるから、今日履いてた服か。今日履いてた服も臭くない。どっかからオタクみたいに言う。椅子かな。ピザの箱片付けろよ、怖すぎ。おい、わかんない、オタクいるかも。俺にオタクがつ、俺全然臭くない。俺はなんでだ、どっかからかオタクみたいに言うするわ。オタクがついてる可能性ある。持続時間アンケートだっけ。アンケートじゃなくない？アンケートなんや。これだ。じゃあ20分にします。投票期間。だから20分後まで見て、その20分経過時点での、俺の絵を見た上で判断してください。書き終えるか書き終えないかを。20分じゃちょっと簡単か。15分にしよう。15分にします。では行きます。レディー、始まります。レディー、はい、両手離して、あ、まず消さないところ、これルール違反。来た、行きます。レディー、ステディー、レッツーワンドロー。あと1時間。よし、
やばい、今の残しときゃよかった。しかも友達からも LINE 来た。まずい。ドロ。ドロひなの資料 URL 省略以下略。これじゃなくて、ずるくない？この始まってから。あ、すごい、全身全身だ。でも全身いらねえよ別に。全身いらない。うわ、かわいい。何この足。でもかわいいからいいや。いるわ。かわいいからいります。で、友達に LINE も返します。余裕あります。あ、BGM も何もないじゃん。 BGM も何もありません。終わりです。かなりクールな時間が過ぎていきそうですね、これは。クール配信。しかもちょっとむずい。はい、BGM URL 省略よつべクール。いかれよつべ .com。ルン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 。ドゥンドゥ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 ンドゥ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 。久しぶりに来てきやすいぞって僕らは。そんなことない。水鉄砲対決の口で全員予選敗退してたな。あ、なんかそうらしいね。弱いんだノクチルは、水鉄砲が。あ、顔の角度難しい。
いやなんかさ、満足いかない状態のデッキでさ、書いてそれがありなら、俺がね、自分が自分で満足いってない絵を許せるのだったらワンドロってできると思うんだ。ただ俺が自分に厳しい、どうしても、それが悪いよね。そう思わない？もう信じられないぐらい右に力入ってる今。超手が痛い。やっぱ自分に厳しくありたいよね。あるよね。俺は。そういう生き物。目むずい。終わった。そんな簡単に終わったとか言うんじゃねえ。いや、これはね、もっとね、そう感覚でいいのよ。今ちょっと綺麗に書き、やばい。脳が、脳がワンドロにの、脳になってないわ。1時間以内に満足する絵描くよ。脳がワンドロのあれになってないわ。まずい。全然脳がワンドロの脳になってないわ。時間かけちゃってる。レッツゴー！じゃん！じゃん！やっぱり前回と同じ構図になる。このままだと。あれ？なんで？マジ神曲これ。俺がさせないぞ。前回と同じ構図なんて。オールにパターン書くの自体無理ないか。無理なんて。道理で蹴っ飛ばせ。無理を通して道理で蹴っ飛ばすのが俺たち大グレン団のやり方だろうが。しかもさ、俺さ、あのニャンニャンニャンの日にさ、ニャーも書いてんだよね。全部同じなの、ポーズが。え。限界が来てる。この動物ポーズの。やばい。ちょっと10分で全部書き直し。最初のあれは何だったんだ。引き出しの枯渇。いや、ガオーがダメなのか。ガオーやめよう。だってガオーは、わかった、ユアクマを。クソでかい弱熊のぬいぐるみが出るらしいから、あと50分。そいつ、あ、そ
そうだ、ぬいぐるみパターン来たか。ぬいぐるみパターンだ。ぬいぐるみまどかと被らないように気をつけろ。ぬいぐるみまどかってどんなんだった？いい曲すぎる。助けてくれ。ぬいぐるみ持ってるポーズのバリエーションもないだろう。そんなに。まどかは小脇に抱えてたからセーフ。見よう自分で。あれワンドロでやった？俺ぬいぐるみとかって。あーぬいぐるみ抱えてるシリーズこれもある。どんだけぬいぐるみ抱えてんだよ。あれいつだ、まどか誕生日だっけ。誕生日だった気がするな。昔の誕生日どれだ。あ、これも食わす恋ともある。好きすぎる俺。好きすぎるだろ抱えさせんの。ない、まどかの。あ、これか。2022年だって。古っ。あ、これ大体全部違う、全部違う。全部違う。オッケーオッケー、通ってきた。あまたの試練を、あまたの試練を通って、これなら大丈夫で、なんなら手ガオします。こっちうますぎ、これが差別かよね。ポーズの天才です。天才、完全なる天才。ただこの天才が生まれるまでに15分かかりました。それがまずいです。少しここから顔のバランスやらなんやらが、ひなな顔描くの死ぬほどむずいんで。ピー、完全にピエです。これビエ、ビエか、ピエか。投票終了まであと1分。さあどうすんだよバカども。俺が今この絶望的な状況で書き終わると思ったやつは、投票してくれ、信じてくれ俺を。ちなみに体感、体感ね、書き終わらなそう。でもあくまでこれは俺の体感だから、信じちゃいけない。体感なんて、パチンカーの体感だけは信じちゃいけないから。やべえ、絵描き終わっちまうか。描き終わっちまうね。俺ね、ノクチルブーストがある。しかもひななという最強得意技のね。
笑い形式で顔のバランスを整っていきます。ルカが大好きな福笑い、爆笑する福笑いで爆笑するルカ。エキスポの締め切りだと思え、エキスポの締め切りだと思え、福笑いで爆笑するルカ、かわいい、好き。そんなルカが好き。で頭がどう考えてもでかいので封印。うわ、寝み寝て寝たくない、みんな。可愛く描けない。どうしたらいいんだみんな。俺は。あれ、なんか俺が思ってたのと違うな。もっと可愛く描けてたつもりなんだけど。わかった、じゃあこいつを下書きにしていこう。え、小糸ちゃんのソロ？かわいい。かわいい。かわいい。あれ？ペンが書けない。さすがに可愛すぎだよ。これはね、さすがに可愛すぎです。ヒナナソロも来るから衝撃に備えろ。確かに。かわいすぎるな。あと40分。
頑張ってる。あまりにも可愛すぎる問題が発生してる。全部言わなそう、コイトちゃんが一つも。これひななソロ？この前聞けなかったやつ。もうかわいい。めっちゃ集中してる今俺ごめん全然喋れなくて。すごい集中力。ひなの過去を持たせてくれてる。内側に行くのか、肘。
だいたいだいたいラフだいたいラフこんな感じ。はい、だいたいラフ。これ危ない、パソコン蹴っちゃった、危ないねこれね。でデスクの天板につけてるからパソコン蹴っちゃうと危ないんだよね正直ね。あ、友達から LINE 来た、まずい。これ誰、トールちゃんかっこいいな、トールちゃん。あ、ここ聞いたことある。アッパー通る。よし、これでいける？わかる？みんなわかるよね？バカじゃないよねみんなね。これがわかんないっていう。みんなを信じてるんだからね。頭ある程度長くないといけないっていう気持ちも分かる。パッアッハッキャドゥ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 。やばい、今現実逃避して踊ってます。あー、いや、30分でしょ。線が10分、色塗り20分、いける、信じろ自分を。線が10分いくわ。伝説のドラゴン線が、ドラゴニックファング線が。人は時に窮地に立たされた時の方が能力を最大限発揮することが可能なのだ。トルちゃん歌声力強いな。素材がふわふわもこもこなんだよね。ふわもこ、なんだっけ、ふわふわもこもこって、なんかあったよねそういう話。
コミュ名かなんかであったよな。ダスプレッスン後にピードリンク2本もらえるやつ。あれふわふわもこもこ？アイテムか。ルン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 。あ、集中。過集中してる。どうしよう。喋ることが全くと言っていいほどマルチタスク川口の高橋のはずなんだけどな。全然マルチタスカーが出ない。ちょっと火悪魔のでっかいぬいぐるみの資料、でかい火悪魔の資料ねえか。でかい誘惑魔資料。みちかの誕生日終わりそうだけどログインしなくて大丈夫。いやもうそ意味わからん。なんで今言うの？バカじゃないの？本当に。本当にバカだと思う。さっきログインしろとは言った。どうせ書き終わんねえに。投票してんだろ。だから書き終わってほしくないんだろ。あー、ひななブーストきたー。ルル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 ル
ルン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 と同じタイミングで口笛吹いたしみたい俺ってことね。君は俺と君は一心同体ってこと。ルルルルン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 ルル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 ンルルルルン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 ルル。顔が雑に描いてるせいで合ってるかわからない。ルンルンルルンルン絶望です。ルンルンルルンルン絶望ですね。絶絶望経験値でひななを描いてきた。経験値でこのあたりはもう俺が今まで愛してきた愛で語れ。目の形とかは愛で押し込め。俺が今まで書いてきたひななへの愛で。ラフの出来が良くてもね、線画の出来がいいとは限らないんですよ。変なんですよ絵って。ラフと線画はイコールじゃありません。変ですよね絵って。チュッチュッチュワー。やっぱひななバフが終わっちゃう。ルルルルンルルルルルルルンルン。眉毛ってさ、ちゃんと色塗るためにこのスペースを空けるかすげえ毎回迷うんだけど、みんなどうしてる？もちろんみんな絵描いてるよね。ドゥルッドゥルルルルルル。目がでかい気がしますけれど、なんでこんなに目がでかいんだろう。どうしてこんなに目がでかいの。俺の絵の癖が出ちゃっているから目がでかい。でも最近の萌え目がでかいだけじゃなくて、ちっちゃい絵がいっぱいあるよね。どうしよう最近のも絵はメガネ。ちっちゃい結構似合った気がする。ガセも最近は一周回って、なぜか目がでかい気がしてる。ボッチザロックとか超でかい、推しの子もでかい。いや画面真っ暗になった。あと小バエが一匹いる。ずっとさっきからずっと小バエがいる部屋に。敵しかいない俺の周りには。吸い込め。小バエって吸い込んで俺の体に寄生虫とか埋め込まない？大丈夫？小バエって食っても大丈夫なのかな。どうせ寝てるときに数十匹食ったり。確かに
美味しいもんね。美味しいですよね、カブトムシ。寄生虫も暗い。アイドルマスターってこと？これが、これがアイドルマスターの真実ってこと？美味しいですよね、カブトムシってこと？カブトムシネタはエキスポ的に許されるか。エキスポではるかちゃんにカブトムシを食わせる同人誌を書いたら、果たしてそれはありなのか。他人を不快にさせるから M 確かに怖いもんな、あの画像。はるかちゃんがよし色塗るよ。いやでも色は少ないから、色は少ないからチャンス。ただ俺が今焦っているというのが非チャンス、デメリット。いやちょっと頭ちっちゃくない？頭がちっちゃい気がする。いやちっちゃくないかな。いや変だな、なんか頭の形。ちょっと待って、ねえねえ、何が変？頭がこうあるのに、変なことはないはずなのに、変に見えるのは、果たして、ボリューム感。頭部の。ヒチャンス初めて聞いた。ヒチャンスかもしれない、これもしかしたら。チャンスと思わせた、ヒチャンスかも。予約魔の顔の位置。予約魔の顔の位置が変。いや、変じゃない、それは。黙っとけ。ヒチャンスってただのピンチだろ。ヒチャンスなんだって今。いちょっと黙っといてくれ、集中だから俺は今。分かった気がするけど、直しようがない可能性がある。でもこれぐらいなんだよな、フードの位置。いやー気づくのが遅い。あの天狗みたいな人にビンタされちゃう。判断が遅いって。俺が鬼滅の刃で唯一知ってるコマネ。天狗みたいな人にビンタされてるやつ。炭治郎が。鬼滅炭治郎が。この抱いてる予約前の人形の顔やば、上の顔。腹立つ顔してる。確実にアリエクスプレスで買ってるこれ。ひななが、ダメだよひなな、アリエクスプレスで買ったら。日本のキャラクターなんだから多分。ちいかわの敵っぽい。まあいっか、あとは、あとは
まあ、一回で済ませよう。はぁ？かわいいかわいい。いや、顔の角度もっとグンって、上グンでもよかったな。いや、奇跡の間に合わせするわ。でもさ、色塗りが苦手なんじゃん、俺って。一番時間かかるところなんですけど？なんですけど？やっぱ俺も銀玉見て育ってるから。そういうツッコミをするよね。なんですけど？おい。おい。俺小学生だったんだけど、銀魂が連載してるとき、多分俺の姉ちゃんが腐女子だったから結構銀魂好きだったのね。別に、まあ、銀魂が腐女子の作品かって言ったらそういうわけじゃないんだけど、まあ俺の姉ちゃんが腐女子であったので銀魂もうちにあったの。うん、あったのね。ででも当時の俺ですら銀魂のシリアスいらねえなって思ってたんだよね。だからやっぱ昔からシリアスに耐性がなかったんだなって思って。スケットダンスのシリアスも好きじゃないのね俺。でも好きな人もいるから、それに関してはやっぱり価値観なんだけど、俺はずっとそういう難しい小難しいコミュが苦手だったんだなって、もう幼き頃から。でずっとこっち仮面だ俺は。毎回出かけるたびにお母さんにブックオフで100円だけもらって、100円のこち亀買ってた。買ってもらってた。こち亀買っていい？こち亀何がいい？こち亀のシリアスたまにあるけど、なんかどっかの高校生がみかんが育ててたハムスターを切り刻んで、あのりょうさんにボコボコにされるっていうのがあるけど、あれシリアス、なんか難しい。あれは親にも先生にも見放されたこいつらを誰が正してやるって言うんだっていうりょうさんの名言ね。きつい。ヤクザの同級生の話もそうやな。ヤクザの同級生の話なんかあったっけ。まあ、たまにあんだよね、なんか過去編とかで。シリアスってほどでもないけど。あ、あったね、ヤクザの上級生の話。思い出した。結構最初の方、最初でもないけど、まあ、半ばぐらい、50巻ぐらい。50巻って最初の方じゃないけど、4、50巻ぐらいの話だよね。あったね。わ、覚えてん、どんな内容だったっけ。これ、誘惑も同じ色じゃない？もしかしたらだけど。あ、でもちょっとだけ違うのかな、もしかしたら。もしかしたらを多用、乱用。そして、ひなの親指消失。ひなの親指の消失っていう漫画描こうと思ってんだけど、どう思う？ラノベ。ひなの親指の消失っていうラノベ描こうと思ってんだけど、売れると思う？ひなの親指がなくなっちゃうところから物語が始まる。まず憂鬱から描いて。ひなの親指の憂鬱。やばい、眠い。黒夜中と眠い。みんな美少女が俺にディープキスしてくれたら起きるんだけど、多分唯一今俺が眠気が覚める方法としたら、それが残されたチャンス。俺の眠気を覚ます。クチックス大美少女だったら。俺でもさっきニンニクボリボリ入れたからラーメンに。かわいそうかも。女の子。あと10分。美少女がかわいそう。あと10分。またまた。あと10分早いんだよな。あと10分になってからのスピードエグいんだよな。ルン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 
ビリステンダラボンダラティンダラブンダラセンジャンシーヤン。いや、公式のひななが可愛すぎる。悔しい。俺公式のひななより可愛いひなな描きたい。無理？それは公式に失礼？公式とひなに失礼？あと10分。いや、ぴょ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 。ちなみに今短い、もこの残り10分しかないという時間がもったいない状況で踊りました。鼓舞しました、自分を。自分を鼓舞して昆布です。自分を鼓舞した昆布という。塗りつぶしとか使えばここら辺全部省略できるのに。だってはみ出るんだもん、ビュって。やめてほしい、あれはみ出るから。だったら別に塗りつぶしじゃなくてよくないって話よ。それが良くない。ルン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 。あと8分。あと8分。まったく時間がないからどうしようもない。絶望だ。あと8分は絶望。絶望。絶望したら桃桃桃桃桃桃桃レイヤーを一緒に書いてたからすごいめんどくさい。そんなことがあったらいけないだろう。レイヤーを同じにしたらダメに決まってる。消せない。絶望とどっちと隣り合わせで居続ける。あと7分。ボボボボボボ。眠すぎ。あ、レイヤーを同じレイヤーにしちゃった。なんてことしてるんだよ。俺はなんてことをしてるんだよ。ケツに。いや、最低な会話としそうになったけど止めたわ。危ねえ。なんとか抑えた自分の欲を。下水に何があって。なんて言おうとした。いや、わかんない。勢いで何かが出そうだったけど出なかったから大丈夫。あと6分。清楚になった。このみんなもんにが可愛すぎる。天才。俺小糸ちゃんのこと好きです。皆さん可愛い。ここ隠しちゃえ。首じゃないってことにしよう。やべ、超眠い。超眠い。あと5分。あと5分だって。みんなどう思う。できると思う。
ちなみにすごいスピードで加速して書いてるので信じられない荒さを見せてます。ドラゴン荒です。これ信じられないほど同音異義語でドラゴンと言います。不思議ですよね、日本語って。ひなのも顎の下線がとは思えないことになってる。流行らなさそう。ひなの顎の下の線がとは思えないようになってる。あと4分。ぐっしゃぐしゃぐっしゃぐしゃぐしゃぐぐっしゃぐしゃぐ。あと3分。あと3分。線ふにゃふにゃなの見ようによってはイオワの絵っぽくていいかも。イオワの絵？イオワってどなただっけ？どの人？あ、あれだ。そう、なに？ぬるぬたたもの、めぐられたつぼみがこんなにももろかしい。はぁ、風切りになっちまうよ。はぁ、取り繕っていたいな。ちゃんと笑わなきゃね。ルンルルルルルルないから。はぁ、終わったらどうしよう。ルルルルルったらどうしよう。はぁ、あなたの右隣。よくよく弱じゃん。私キュークラリン。クンクククンクク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 ク
よろしいか。久々に勝ったわ。いや、できてません。すいません。虚勢です。申し訳ないのですが、虚勢を張ってしまいました。お許しを。全然できてません。全然できてない、全然できてないからさ、許してくれ。全然できてない、もう超眠くなってきてる。水飲んでいい？ちょっと忙しかったわ。ふぅ、ぷぅ、アップ、ぷぅ。 X 見ます。一旦世間のアイマス結果発表してくれ。結果発表、いや、まだわかんないよ、まだわかんない。マドカか。え、先輩がうざい後輩の話が最終話になってる。なんだっけそれ。なんかツイッターであるラブコメみたいな。どうなってこうなった？途中から読むのやめちゃったんだよな。アニメもやってた。アニメやってたんだっけ。5巻ぐらいまで買ってたんだけど、なんか俺本なくしてさ、やめちゃったんだよね。7年間もやってたんだ、すごいな。作者が V と絡んでることしか知らん。なんでそれだけ知ってんだ逆に。疲れちゃったみんな。今 X を見てます。もう完成にしてくれ。ものすごいエッチな絵を見てます今俺は。めぐるちゃんのおっぱいがでけえです。世の中には絵がうめえ人がいっぱいいるな。エロボロスで RP。 トレンド入りしてたけど、ハッチポッチにも発表なかったな。あ、確かに。え、でもハッチポッチ2って発表してたよね確か。でもさ、エロボロスでさ、リポストしてくれって言うけどさ、会えないんだよ二度とこいつら。日付とか出てない。あー、確かに来年のオールスターズのライブまで発表したのに、ハッチポッチ2の日程発表してないね確かに。てか
すごいね、オールスターズ来年ライブ単独あってハッチポッチもあるのが忙しいね、オールスターズの人たち。すごいね、オールスターズの方々パワーがすげえよ。んとだ、初星学園ホームルーム明日の1時からあるんだ。がっつり見れない。えうまね、えうまって思ってさ、可愛いなって思ったら知らないコンテンツでもリポストしていいの？なんか言った？一通り子育て終わったからね。あ、みんな子育てしてたんだ。好きにしろなんか知らないコンテンツリポストするのなんか悪いかなって思っちゃうんだよね。好きにしろよなんかこの気持ちわかる？知らないコンテンツのワンドロ描いただろワンドロは、まあ、俺はお題が来たからだ書いたけどさ。かわいいと思ったらいいのかな。VTuber の絵とかかわいいのいっぱいあるけど、だって俺 VTuber のこと知らないんだよ。ダメに決まってるどっか行く前に反射で RP を即せつけて。どっか行く前に反射で RP。 知らないのにリポストしてるやついたら通報するそうだよね、なんかそのエアプ、お前エアプじゃんみたいな、ならない？だから基本的には知ってるコンテンツのみにしようと思ってるんだけど、リポストで。ウマ娘ギリギリウマ娘はかなりギリギリ。アイマスを知ってると胸張って言えるのか。いや、アイマスは知ってるでしょ、好きだから俺が。許されんの、知らなくても。なんか俺考えすぎちゃうんだよね、人との関わり。 SNS って人との関わりじゃん。なんかさ、あの人の創作の子とかさ、めっちゃ可愛くてさ、でもなんか創作の子リポストして、なんかこいつ気持ち悪いって思われねえかなって。知らないやつがいきなり創作の子をリポストしたら気持ち悪いかなって思われないかなって。考えすぎちゃう。そこまで言ったらもはや病気だよまあ気持ち悪いよね。だからリポストも本当は怖かったんだけど、昔は。なんでこいつリポストしてんの、キモって。いや、最近リポストはしてる、可愛いと思ったら。でも絵描き視点だとエアプだろうがリポストしてほしくないか。うん、してほしいかも結局いっぱい見てほしい、拡散してほしい。今ものすごくタイムラインを遡ってます。うわ、このかわいいリポスト。ひなな、だこれね、ソロバージョンの話ね。
みんなエキスポ合同がいいんじゃないかって言ってるね。やっぱりみんなこっから新刊作るのも大変だと思ってんだ。スペース的にもな。俺にも友達がいれば、絵描きの一人いたやつは消えてしまった。闇に飲まれてしまった。元気に全ゼロやってるよ。当たり目さんは消えてしまった。いなくなってしまった。一緒に創作活動。マジで美少女オタクの友達いないんだよね。俺友達みんな陽キャなんだよね。俺だけなんかおかしいんだよね。なんで俺だけキモオタクなんだろう。友達全員陽キャなのに俺だけキモオタクなんだよね。絶対におかしい。オッパブの友達も下なのか。オッパブの友達はだって陽キャだよ。アキラハピーの人は、え、前世で抜けすぎたせいで現世でデバフつけられた。アキハピー、あー、あのあいつね。あ、確かにあいつはどうだろうな。でもあいつもゴリゴリのどっちかっていうとヤンキー気質だからな。オタクだけど、どっちかっていうとヤンキーっぽいよ。でもなんかオタクなんだよ。うわー、なんか、え、めっちゃ絵うまい、絵が連打してる。ブレないオタクなのか。そうだ、なんかでも全部知らないコンテンツだ。うまい絵が連打してるけど全部知らないコンテンツだから、どうしたらいい。みんなリポートするべき。書くか、さすがにそろそろ休憩。何のコンテンツか教えろ。わかんない。休憩ダメか、もうもうダメか、さすがに休憩は。間違ってもリポストしてらダメ。間違ってもリポストしちゃダメ。やだよ、したいよ、可愛い絵なんだから。させてくれよ、可愛い絵は。中断したからワンドロとは呼べなくなった。いや、中断しても結局合計時間だから、絵を描いてる。もう1時間過ぎちゃったら。赤いドレスのやつ、ええな。イチカの赤いドレスのやつ、俺が前リポストしたやつかな。俺もスペースしようかな。フォロワー多いし、なんか知んないけどフォロワー増えたんだよね。とりあえず賭けの払い戻し。いや、この赤いドレスの人うまいよね。めっちゃ上手。何喋るの。え、俺この人フォローしたつもりがフォローしてねえや。フォローしよう。何喋るの、わかんない。ない。神谷氏はリスナー2人とかでスペースしてるとちょっと悲しくなる。バレる、あれが俺の。フォローさせてもらおうた。俺のにわかがバレる。スペースってリスナーも喋るの。
なんか許可したら喋れるんじゃない？基本的には聞き側なんじゃない？知らんけど。俺もスペースやったことないから分かんないんだよね。うわ、焼肉食いて。とつ待ちできるぞ。とつ待ちする？俺も初音ミクを爆乳にしていい？エキスポ一緒に行ってくれる美少女。あ、エキスポ一緒に行ってくれる美少女とつ待ちする。絵上手くてさ、コンスタントに投稿してる人って何なの？神なんだ。あと絵上手いのにメディア欄行ったら、え、この人の絵かわいいじゃんと思ってメディア欄行ったら絵全然ないやつ、なんなの？やめてほしい。それ以外の絵が見たいのに。ちゃんとメディア欄何があるの？いや、いやだ。俺はちゃんと言っていく。自分が嫌だと思ったことは言っていく。でもそれが俺が嫌なだけで悪いわけではないと思う。で、結局価値観だから、そこは俺が悪いと思ってるだけで、あ、じゃあ俺が嫌なだけ。それは見れないから、その人の絵が。もっとこの人の絵がいっぱい見たいからプロフィール踏んだのに。せめてまとめて見せてくれるなんかをしてほしい。絵がまとまってないと、メディア欄がソシャゲと飯の画像だらけだと、なんでこの人は絵が上手いのにメディア欄に絵がないんだろうって。だからフォローしない、そういう人は。悔しい。本当はフォローしたいよ、そのためのピクシブ。もちろん本当はもちろんフォローしたいけど、悔しいからしない。そこはやっぱそいつにも分かってほしい。お前がやってることは、でも分かんなくてもいい、別に。それは俺が嫌なだけだ。でも多分みんなも嫌だと思ってんじゃないか。そうでもないか。俺だけかそう思ってんのは。思っているのはどうなんだ。言ってごらん、みんなも。本当の気持ちを。本当の気持ちは秘密だよ。全然。あ、違う、俺だけです。すいませんでした。許してください。プライベートも知りたいから。あー、そんなやつね。知れるやつね。近寄れる。近寄れ。がっかりしてフォローしないだけ。俺も多分きっとウロボロス高橋フォローしてくれた人が俺の配信を見て絶望してフォロバ切ってるかも。フォロー切ってるかもしれない。あのフォロー外すときさ、ブロブロ解除してほしい。フォロー外すんだったら。思わない。そういう風に。音ゲーマーが全員白 T らしい。川口はフォローはしないじゃん。俺ちゃんと絵描いてる人はフォローはしてるよ。プロフにわざわざお別れ時はブロック推奨って書いてる。だるいやか。あ、イカ略。お別れ時はブロック推奨。そういう人がいるんだ。でも俺基本的にウロボロス高橋って自発的にフォローすることが絵描き以外ないのね。で、絵描いたまになんかツイッターのフォロー、
たまに見るのよ、フォロワー欄、あの絵描いてる人をフォロー、あの絵描いてる人は全員フォロワーしてるから、絵描いてる人でフォロワーしてない人なんか見逃したりしてないかなと思ってたまに見るんだけど、なんかあの俺がフォローしてて絵描きでもなんでもない人がたまにいるのね。なんだこいつと思って。全然知らないやつフォローしてるときある。じゃあ書きますね、続き。はい、すいませんでした、お待たせしました。俺が X を見てる間、意味わかんない配信だからね。俺が X を見る配信、はい、俺が X を見ている最中雑談するっていう配信、しかも X 見てるせいで全然雑談もできないだろうし、ということで予想の結果は、書き終えるが 2% で書き終えないが 98% でした。あまり舐めないでください。すごい嫌な流れで戻ってきたな。俺のことを舐めないでください。正解は書き終えないです。2% の人ごめんなさい。もうちょっとだったんだけど、最初のあれがなければな。変なぐしゃぐしゃが。最初のぐしゃぐしゃがあったせいでな。ミスった。ルンルルンルンルン、ブン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 。次なんかなし。もう普通に書く。一旦預かっておくから、いつか返させてくれ。まあ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 。任しとけ。信じてくれるやつの方が俺は好きだから、やっぱり。ずっと信じてくれるやつの方が好き。可愛くね？ちょっとびっくり。ドゥドゥドゥポンラポンラポン、ハンチョンチョンポンラポンラポン。輪郭が可愛い。で、あの判定したんで顔だけ、岩熊の顔以外は別に変じゃないよね。あ、変かも、前髪か。いや、じゃあ逆でいっか。じゃあ逆で全部逆にすればいいか。お腹がグーグー鳴ってる。すごい、聞こえる？聞こえないかな。夜ご飯食べてないわ。どうしよう、みんな。あの夕方ご飯食べたんだけど、夜ご飯食べてない。夕方ご飯しか食べてない。大飯店ボン。うわー、明日楽しみ。ライブ不安。明日は帰ってきたら即見るね。夜遅いと思うんで帰ってくんの。じゃあ書き直します。レッツゴー。サバゲ。うん、明日は違う。ドラゴンマージャン。最速何時？最速何時だろうね。10時ぐらい。まあ10時11時。でも夜ご飯食べるもんな。明日はスーパーめちゃめちゃ麻雀大会があるから、月に一度開催されるプライドをアンティとした。プライド以外の何も書けない麻雀大会がある。超健全。ただ書けるのはプライド。サバゲーに加えて麻雀も毎月になったのか。そうだね。
俺ね忙しいんだよね遊ぶのに。めちゃめちゃ煽り合ってるみんなで。でめちゃめちゃ高学歴のやつがいるんだけど、どこだ、どっかの大学の有名なとこ、早稲田か慶応か忘れちゃったけど、それぐらい頭のいいやつがいるんだけど、そいつに勝って草煽ってる。学歴あれ？詰まったマージョンで描けないのはエロしない。エロ漫画ぐらい不健全。イカ略。あれ？っつって。学歴が高いだけでマージャンでは勝てねえんだ。でもそいつクソ強えの。同じ学校卒業かも。クソ強い。マジで。同じ学校、え、何？君が？頭いいんだ。頭いいやつ俺の配信見てねえから多分嘘だな。じゃあたまにやったら俺の配信なんかそこ 見限ってるはず。そいつに麻雀で負けた時が最後だな。めっちゃ負けてる。俺は高卒だから安心して。めっちゃ負けてる。すんごい負けてる。すんごい負けてるけど、まあでも勝つ時もある。でもやっぱ頭いいやつって強いんだなって思った。トータルの成績記録してんの？してる。高学歴は煽ってくる。めっちゃ煽ってくるよ。はーっつって学歴がな高いんだよなみたいな煽り合ってるみんなで。そういう関係だから楽しい。やっぱ学歴か。ただの学歴煽りで草直結しちゃうかみたいな。やっぱり学歴と勝率は直結しちゃうかみたいな。マジでグーの音もない、ね、グーの音も出ない。学歴のこと言われると。でもバカ頭いいからそいつだけ。そいつホイ卒だったら勝てるぞどこ卒だろうね。でも俺もホイ卒なんだよね。問題は、問題は俺もホイ卒なこと。万抜煽りしようかな。でもお前1万いいね言ったことないよな。新しい武器が手に入ったかもしれん。でもお前 X で1万いいね行ったことあるか。あれ終わっちゃったんだ。煽りの軸が全部学歴なの。もうちょっとパターン欲しくなるないや多分いろいろあると思うよ。あんま覚えてないだけど俺が。現代ではSNS のパワーが一番大事だからね。そうなんだよね。フォロワー何人って聞こうかな。当初裏でめっちゃフォロー X やってたらガチ勢だったらクソ色見づらい。月曜が近いのボット運営してるかも結構月曜が近いよボットなんか声優さんとかも触れるよね。
月曜が近いよ。最近村の限定と隠せ始めて公式側になってきた感ある。実は高山の裏垢なんか画面めっちゃ消える。ああいうボットってどういう気持ちで運営するんだろう。高山の裏垢ならやり手すぎる。自己顕示欲。自己顕示欲なんだ。なんかでもどうなますか。川口が配信してるの自己顕示欲以外に理由あるの？ない。確かに。うわ、超お腹鳴ってる。聞かしたい、みんなに。よし、こんなもんかな。見ていた世界、ルルンルンの世界。そろそろオリンピック開会式だけど見る。え、どこの？何オリンピック？パリ。へえ。なんでこれ書けないんだ？いや、なんか謎のレイヤー。これ何このレイヤー。オリンピックの年チランボはさすがにやばい。え、た全然知らん。オリンピック、え、だって、え、前回って何、東京オリンピック、え、もう4年経ったの。東京は1年延期したから3年。あー、なるほど、そういうことか。え、今年もオリンピックなの？ってことは、オリンピックなんだ、すげえな。首、岩熊が首絞められてるみたい。この丸がもっとでかいな。ここかっこいいの、これぐらいでかい。ある、ルカかわいいよな。早くルカが、最近の合同コミとか、あとコメディックのコミ見てないから、ちょっと あのコメディックのコミ見たいの忘れてたわ。シャミアに再現ライブなのにコメは何すると言うんだ。確かに。画面真っ暗でーす。触れません。よし。線が、じゃねえ、影か、影か、影か、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 
アニメ予習必須かもしれないけど大丈夫。マジ？キツオライスじゃん。キツオライス。なんかキツオをバカに、ま、俺キツオっぽいかもしれないんだよねって言ってさ、キツオをバカにしてるだろうって言われたんだけど、そんなことないよね。人にそのあれがあるよね。人によって結構俺詰まるもん、言葉いっぱい喋ってるように聞こえるかもしれませんが、画面が真っ暗になりました。画面が真っ暗になりました。何これ、画面が真っ暗になるの。結構灯るけどな。日常生活で困るほどだと思ってないけど、神曲ね、これね。可愛すぎる。あれ、イベント衣装を着てるやつってライブファンじゃないんだっけ？シャニソンのイベント衣装着てるやつはライブファンじゃない？それ6.5TH か。6.5TH もあってライブファンもあんの。ハッチンジャパンチャンダンチャンチャンガソンカンロンレンチャンダンゲンタインダン。イケイケだね、シャニマス。こうやって言うと何かを企む誘惑みたい、誘惑魔みたいになる。ユアクマのデザインホラゲーに出てきてもギリおかしくない。確かに、ミコトって恋愛感情とかあんのかな。文言もユアクマ視点のにしよう。親にアイドルになるために教育された感情がないサイボーグみたいなこと、気持ちで俺ミコトのこと見てるんだけど、教育の途中で感情を失ってしまったアイドルサイボーグ。そういう家系のもとで生まれてしまったがゆえ、ドゥドゥってもしアニマスですらなくなっちゃった。ジュ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 ジ
初心者メイの釜を思いを。ここ変形。ごまかしたいがごまかせない。こうすると何かを企んでる誘惑魔になる。エロ誘惑魔。ひなたに抱きしめてもらえていることを内心喜んでる。エロ親父が転生した誘惑魔。ぬいペニ。ひななぬいペニしたらどうなるんだろう。急に誘惑魔からチンチンが入ってきたらひななどう思う。口にもフフみたいなのつけよ。キモい誘惑魔キモいってなるかな。ほぼ完成だぜこれ。後ろは後ろって君にまだ話せてないことばかりあるな。廃止か。廃止です。しっかり廃止。枕木の桜木魔の枕木の佐野。完成です。1時間20分オーバーかな。あ、完成じゃないや、まだ。レイレイいるから特例でポコラ変歌ってくれんかな。あー確かに
いや、レイレイがいることでもう無限大よ。マジ。全部歌ってほしいもん。完全に無限大。トライアングルです。やっぱり。でも結局結局トライアングルを歌ってください。求め続けます俺は。しつこいと言われてもなお。純豪にもお願いします。なんならないかもしれませんが、順号は。ちょっと目がトロンとしすぎかもな。修正します。で、はみ出ているのででっかくしてあげればこっちのもんです。完成。30分オーバーですかね。いい感じなのでは？まあ、ワンドロだし、こんなもんでしょう。かわいい。かわいいです。ありがとうございました。無事完成。
神。ありがとう。神いただきました。今日は何日？27。え、もう前回のワンドから5日も経ったの？やば。あ、まあ、26の日か。よし、ストップ。30分オーバーで完成です。タイム、まだ100日ワンドロー折り返しじゃないんか。タイマーストップです。まだ全然だね。投稿します。タイマーストップしたんで、ポン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 。100日ワンドル42日目、もうとっくに終わってなさんだけどね、毎日やったらね。不思議な話ですわ。お題、市川ひなな、かっこ悪魔パーカー。ぬいぐるみもパーカーも似合ってるぞ。キャワキャワ投稿しまっする。投稿しました。あざした。ふう。なんかもうちょっとちゃんと書きたいな。頭ちょっとでかいな。頭がちょっとでかいわ。キモモンゴン復活かよ。あれ違ったっけ？キモモンゴンじゃなかったっけ？ワンドロって。なんかこのワンドロの絵をリメイク、セルフリメイク、時間かけてみたいなやるのもいいかも。ワンドロの線が綺麗な時とそうじゃない時の違い何なんだろうな。セルフ添削、セルフ添削。じゃあ今日は明日も早いんで寝ますね。あ、もう1時半じゃん。1時20分だけど1時半ってことにしますけど、ありがとうみんな、こんな時間まで。学マスしない、だってする時間ないもん。する時間ないのでしません。寝ます。学マスはまた余裕があるときにやります。まとめてもっと。ありがとう。ログイン、ログインもしません。あえて勇気のログインもしません。俺反発していく。おやすみな。毎日ログインするというソーシャルゲームに毎日ログインするという、もぎたて王中、もぎたて王中、その常識を覆していく俺は。逆張りオタク、やりたい時にやるのが一番いい。ソシャゲなんていうのは、そのソシャゲに縛られちゃいけない。やりたい時にやるのが一番楽しいんだから。おやすみんちゅんまっ。